今週は松山工場がねすごくいい仕事をしてくれましたね。というのは、皆さんお店の皆さんは、お客様にたくさんご利用してもらって、売上を上げる、利益率を上げるというのは、課題で取り組んでもらってますけども、これ攻めの部分ですね。で、守りの部分はね、松山工場はいかにいい仕事、素晴らしい商品をいかに効率よくコストが少なく作れるかどうかというのを守りの部分でねチャレンジしてもらっております。で、今週、先週1週間の平均がね、もう初めて18点を超えた、人事生産点数というんですけども、1人が1時間あたりに何点生産ができたかというのをね、松山工場は、定点観測しております。それがね、初めて先週18点を超えたというね、素晴らしい記念すべき、週だったんですけども、それさっきね朝礼でお祝いをしてここを今来ております。で、石田クリーニングはね、コロナで、クリーニング業界自体が、一般のお客様が、人流というんですけども、動きがもう停滞してしまってた都合で、洋服を汚さないし、冠婚葬祭、結婚式、パーティー、お葬式というのも地味になって、ほとんど洋服を着なくなった。ですからクリーニングが利用がドンと落ちてしまって、すごく、しんどい業界の一つとしてクリーニングは挙げられております。ありがたいことにね、石田クリーニングは、今年、コロナがようよう尻尾が、見えて、5月の8日から、第5類に分類されることによってね、人流、人の動きも活発化して、元のようにお客さんにご来店いただけるようになりました。で、料金もね、少し料金改定させてもらった都合もあるんですけども、今現在、石田クリーニング創業以来の過去最高の、売上ベースでいくとね、推移をしております。ただいろんなものの、値段が上がって、6月からたちまち、電気代も3割ぐらい上がってますから、大変なのには変わりないんですけども、その中でも光が見えてきたんじゃないかなという、この繁忙期、繁盛期ですね。これはもう皆さんの頑張りのおかげで、お客様が、わざわざ、また石田クリーニングに足を向けていただいたおかげだと考えております。ここからさらにですね、ご利用いただけるお客さんにもっともっと、便利に使っていっていただけるような取り組みをですね、営業の方、工場の方から発信して皆さんにお届けできると思いますから、お店の皆さんは特にね、お客様に石田クリーニングを利用するとこんないいことがあるよとか、こういうところで役に立てると思いますよというのをね、アピールしていただいたらいいかなと思います。で、梅雨に入りました。で、梅雨に入って、お布団ね、梅雨の合間の晴れの日にはね、お客さんが抱えてお店に持ってきてくださっていると思います。で、松山工場もね、どんどん洗って乾燥して、で、乾燥機はあるんですけども、8割方はですね、自然乾燥しております。もう2階にね、物干し竿がいっぱい並んでて、それに毛布とか布団干してね、乾燥するんですけども、梅雨の間の晴れ間にね、そういったものをいっぱい干して、で、取り込んで、で、またこう干してということをやってます。ですから皆さんもね、同じようにお客さんね、雨の日に取りに来てくださいというのは酷ですから、ご連絡をして、今度、晴れの合間とかご都合のいい時にお寄りくださいというのね、お話をしておくと、場所のマネジメントというのが比較的スムーズにいけるんじゃないかなと考えております。いろいろね、梅雨になって、気をつけないといけないこと、通勤途中の、安全運転だったり、そういったことも、含めてね、事故のないようにこの1ヶ月間乗り切って、7月には、久しぶり、会社を挙げての、懇親会というのも企画しておりますから、ぜひ元気な顔で集まっていただきたいと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。で、社長、明日から納期変更なんです。そうらしいね。2泊3日なんで。いやいや、それ強気なんやけど大丈夫なんですか。ちょっと待って、社長が言ってるから社長行きましょうよ、すごくいいことだと思います、ただね、さっきも言ったけども、我々はお客さんの商品をバトンにしてバトンリレーをやってます、お客さんから預かったものを工場にスムーズに渡す、
で工場からスムーズにお店にお返しして皆さんお店の方からスムーズにお客さんにお渡しすることができて初めて2泊3日が成り立つんですよね。だからどっかで止まってしまう確認待ちとかタグをつけ忘れてお店にあったとか、ね、何かその加工を忘れてつけるの忘れてたとかね、そういうのすべて含めてバトンリレーをスムーズにしなくちゃいけない。工場の方もね当然あの順番に、生産洗っていく仕上げていくというのもね大事になってきますから、その辺本当のチーム力トータルのチーム力が問われる。納期を1日短縮するというのは、ね、すごいことなんです。でもできたらすごくお客さんにとっては便利になる、ね、急行料金払わなくても2泊3日やったら十分間に合うよと。でこれ、まあ、一般的なクリーニング店の話しますけども、石田クリーニングはこのコロナの中でも従業員を、まあ、確保といいますかね、減らさずに、体制を維持しました。まあ、その分大変なことはあったんですけども、一般的な会社クリーニング店はもう縮小縮小で従業員を減らしてしまってます。ですからこの忙しさに対応できないんですね。商品今忙しいからとりあえず預かるだけ預かっておいて、出来上がりは秋口使う前に、までに間に合わせますよというような会社も結構多いです。その中で石田クリーニングは今3泊4日を2泊3日にすると、ね、めっちゃすごい取り組みだと思います。でもこれができたら本当にもうコロナ終わりということでね、石田クリーニングの本来の体制に戻れるんじゃないかなと思いますからね、ぜひ、成功させましょう、はいはい、でもちろん当日休校も当然です ねやってますから、うん、当日休校その次の日の休校、はい、1泊2日休校もやってますので、もう我々はやっぱお客さんの利便性を考えて、はい、そこのなんだろうな隙間を狙っていく、やっぱりもうちょっと欲しいな、ねうん、早めに欲しいなだけどっていうところを攻めていくっていうところで、まあ、一致団結してやっていくべきだなというところで、はい、頑張っていきたいと思いますね。すごいですね。だから我々には人がおる、ね、皆さんを含めて職人さん、まあ、ルートの配達してくれる人、ね、事務員さんもおるし、だからね、石田クリーニングは人材豊富な会社です。それが上手にねバトンリレーをすることによってお客さんがびっくりするたまげるようなねサービスが提供できると思いますから、ぜひね、そのあたりやっていきましょうね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ということで今回ちょっと朝礼終わりに急遽参加していただきました清本社長でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。